と分かりますよ。ここにね、高速バスも来とって。一応、ここから高速バスで名古屋にも行きます。行きのやつがちょっと早いのかな。うん。よし、今日。で、しかも、こっからもう、ご覧の通り。いやー、正直ね、怖いな。さすがに、あ、そっち側も持ったときはいいんや。はぁ、そっち側に一応軽いと歩道があったっけ？ご覧、暗いですからね。人、歩きとくねえ。ほんとに。一応回答あるし、まあ、いっか。こっから行くか。ね、赤い電池が、まあね、いろいろ立ったらいいんですけどね。あれ、希望層さんとかって、あの、四国の方だったら送迎があるんですよ。なんなら確かね、四日市駅からもう送迎来てくれるはずなんですよ。宿泊だとか、団体さんだとね、ここあったはずなんで。うん。意外とホテル、それぞれはね、宿泊者様の送迎とかはいろいろやってるところもあるんですけど、こういったね、単体でプラッと来るにはちょっとね、いろいろと、しんどいですよね。これ、じゃあ、ちば、ちなみにさっきのところにあれですよね。あの、ちらっと映って見えにくかったけど、バス止まってましたね。あれが多分、その、犬山温泉の先の方に行くバスの車庫なんでしょうね。もう、ちょっとあやでしたけどね。よし。まあ、そういった、もう一応なんかいろいろあるにはあるんですけどね。あんまりブラッと入れるって感じの、うん、味じゃなくて、まあ、この時間ですしね。もう。もう何屋さん？なんか、でも、なんか新しくなってんな。なんだこれ。何屋さんだ？日帰り温泉だったら入るよ。あ、ピクニックほど混んでない感じですし。赤い国ってやっぱすごい人でしたからね。これは何？湯の山、喫水、あ、水郷。へぇ、え、こんなに綺麗なのできてたんだ。なんだろう。和風、なんか料理屋さんなのかな？温泉ではないのかな？温泉とはなってないもんな。へぇー。なんかおしゃれな、確かに、ラウンジとかがあるんで。いつの間にかこんな、あれこんな前からあったっけ？俺が気づいてなかっただけか。そして、これはなくなりますからね。よし。これはね、ちょっとライトつけよう。ライトつけないと危ない。あの、これはあれです。これで見やすくなるとは思ってませんよ、私も。あのね、今日話、まあ、着替えてはいるんですけど、私服には着替えてますけどね、黒い服なんでね、こんな暗いところでね、ライトの人っていうのを照らしとかないとね、危ねえって、子供ねえし、あのね、歩きで来るところじゃねえんですよ、こんなところ。あのね、駅伝散歩するのにふさわしい道と、ふさわしくない道っていうのがあるんですよ。これで言うとね、ここはね、あからさにね、ふさわしくないんですよ。こっち側ってずっと歩道あったっけな。ちなみに今日本当に臨時で来たんで、普段撮ってるのに使ってない、あれですね。前のカメラをね、前のスマホをこういう時よく撮影用に使ってるんですけど、今現役で使ってる方のやつがね、どうもね、カメラの性能があんまり、前のやつの方が正直性能がいいんで、あと音の拾いもね、だいぶよく、良さが違うんで、こっちでやってるんですけど、こんなところね、歩いてくるとこじゃねえって。だね、どれくらい歩いてくるところじゃねえかってね、わかりますかね？歩道設定されてないですよね、ここ。そもそも歩いてくるやつなんていないっていう前提なんですよ。あっち側にはあるけど、歩道が。そもそもあっちの歩道に行ける道がないっていうね、このね。ですか？
よくは真似しちゃダメだよ、こんなところの散歩なんて。よしよしよ。気温が少なくて、あっちに当たっといた方がいい。当たっといた方がいいかな、これ。歩道ないねんな。こっち側って歩道あったっけ？あ、いつこっちか歩道？あ、あ、そう、ここがなんかできてから来てねえな。いや、もうやって出すんですけどね。もう絶対あの赤い組死刑だと思ったら、辻口シェフ監修ってなって、絶対そうなんだ。赤い組しかどん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 侵食してきますからね。なんなら滝にまで行ってやってますからね。なんならアグイにもありますからね。うん。まあ人気スポットになってますからね。じゃあ。アグイはなんか綺麗かな。見えるかな？これだとちょっとね、カメラ厳しいかもしれないけど。ピンクに。イルミネートされてますね。これ、スバハブ。あ、一応、角口って歩道あるのか。で、その奥が、温泉とかがあるアクアイグレスの本館って言ったらいいのかな。いろいろと、いろいろとできてますからね。一号園もできてるし、いろいろとできてるんで、あれですけど。そう。せめてね、平日だったらこれ、700円だったかな。600円になるんですけど、休日800円なんだよね。しかも今日、手ぶらなんで、いろいろと、もろもろ書いたらね、いいお値段になってしまいましたけど。ないよねー。もうないよねー。ないよなー。ここ行く勇気はないね、俺。ね、こう渡った子。うん。本当に動画として成立してんのかな。はぁ。これは、さすがに大人って人もいいじゃねえかな。ちなみに、うちも何個かお蔵入りにはなってるんですよね。特に初期の頃はね。うん。いざ撮ってみて、開けてみたらもう全然ダメ。とても動画のネタに使えねえよ、みたいなことがあったりだとか。うん。あら、もう来ちゃいましたよ。この今来てる、やつが、折り返してきたら、私もう一歩乗り過ごしですからね。まあいいけどね。別に。